こんにちは、バンザブロです。今日は天気がいいんですけど、風がすごい強いですね。3月21日土曜日、3連休の真ん中です。ちょっとこれからちょっと用事を済ませに出かけます。さて、Nワゴンの話なんですけど、ちょっと気になったことが今のところ2つ、ちょっとどうかなって思うところなんですけど、まず1つがオートのヘッドライト、便利なんですけど常についてしまうっていうのどうなのかなと一番困るのが、例えば立中ですね。立中で地下の駐車場とか、まあ上の図の地上の駐車場もそうなんですけど、ちょっと暗いところに入るとライトついちゃうんですよね。で、切り返しで車をバックで入れるときとかに、正面に車止まってますよね。その車にライトがこうこうと当たるんですよね。で、一応バックの時にライトをオフにスイッチに入れればライトは消えるんですけど、前進のドライブに入れた時にリア、バックギアから前進のギア入れた時にまたライトついちゃうんですよね。オートでついちゃうんで、もうどうしようもないんですよね。これちょっと調べてみたんですけど、多分自動でライトつく機能をオフにすることってできないみたいなんですけど、どうでしょうか、できるのかな。もしできる方法があるんだったらぜひコメント欄で教えてほしいです。ちょっとね、無駄な時間帯っていうか、つかなくていい時についてしまうんで、それをなんとかしたいなと思っています。それともう一つ気になるのが、収納ですね。特にハッチバック開けた時のトランク、何ですか、売りとしては、この新型 Nワゴンの売りとしては2段のトランクスペースになっていると、下と上とに分けて、下に重いものを入れて上に、軽いもの、買い物してきたものを、買い物カートでそのまんまその高さで入れれると、これは便利なんですけど、普段買い物しない時に工具類ですね、工具類、積まなきゃいいのかもしれないですけど、例えばケインロープだとかバッテリーチャージャーのケーブル、ブースターケーブルですね、それとか、あとレンチ類、新車なんでバッテリー上がることもないんでと思うんで、ブースターケーブルも積まなきゃいいじゃんみたいな感じなのかもしれないですけど、どうなのかな。北海道の人間としてはやっぱりそういう緊急時の道具に関しては積んどきたいと思うんですよね。それを常に入れておけるスペースがないです。映像で見てもらえば分かるんですけど、工具とかパンク修理キットですね、こういうものが入っているところにはほとんど物が入れることができないんで、
うしようかなと思って、なんかリアの座席の下のところになんかなんだろうな、ツールボックスみたいのに入れて置いとくっていうのもちょっとおしゃれじゃないですよね。その辺どうしたらいいかなと思ってちょっと今悩んでいます。まあ今のところこの2点がいまいちかな、正直言ってちょっといまいちかなと思うところです。また何か気になることがあれば動画にしてみたいと思います。もうすぐ1ヶ月になりますんで、1ヶ月乗った感じの動画とかまた作っていけたらいいなと思っています。それとだいぶ気候が良くなってきましたので、そろそろ夏タイヤに取り替えてからかな、ドライブに行きたいなと思っています。それではまた、最後までご覧いただきありがとうございました。以上バンザムロでした。それではまた、したっけねー。